サラゴサ条約、サラゴサ条約、サラゴサ条約は1529年4月22日に、ポルトガル王女ン三世と新聖ローマ皇帝カール五世の間で、サラゴサにて締結された、スペイン帝国とポルトガル海上帝国の間の平和役。条約は、カスティーリャ、スペインとポルトガルのアジアにおける勢力圏を分け、両国が、 同時に1494年のトルデシリアス条約を根拠にモルッカ諸島の領有を主張したために起こったモルッカ門を解決する試みとなった。紛争は1520年に両国の遠征隊が太平洋に到着した時から始まった。この時には東方において死後戦はまだ定められていなかった。1494年カスティーリャ王国とポルトガル王国は トルデシラス条約を締結し、世界を探索と植民地化のために、両国の間で2分した。条約は、大西洋に、守護線を定め、線の西はカスティーリアに、東はポルトガルに帰属するとした。1511年、当時アジアでの貿易の中心地だったマラッカが、ポルトガルのアフォンソでアルブケルケにより征服された。アルブケルケは続いて、当時秘密とされた。 高梁諸島、モルッカ諸島のうちバンダ諸島は、肉づくと、クローブといった、香辛料の唯一の産地だったため、インド洋での航海の主目的であるの位置を知ろうとして、に、それを探すよう命じた。1512年の初め、遠征隊は小寸田列島を通って、バンダ諸島に到着、諸島に上陸した初めてのヨーロッパ人となった。バンダ島に着く前には、ブル島、アンボン島、 セラム島も訪れた。その後、船のナンパによりは、アブレウと分かれて北上した。セランの船もテルナテ島でナンパしたが、彼はそこで当局から公益所の建設許可をもらい、を立てた。セランは、友人のフェルディナンド・マゼラン、二人が親族だった、可能性もあるに手紙を書き、公領諸島について記述した。マゼランは、この記述で、スペイン王を説得し、 世界初の世界就航への出資を勝ち取った。1521年11月6日、マゼランの艦隊。マゼランは4月ので死去したため艦隊は、フアンセバスティアン・エルカーノが率いていたわ東から、モルッカ諸島を到着した。セランも同じ頃に、テルナテ島で死去しており、マゼランとはついぞ会えなかった。マゼランとエルカーノの1519年から1522年に、 かけての世界就航の後、カール・五世は、トルデシリアス条約により、公領諸島は、カスティーリアに帰属するとして、ガルシア・ホフレデ・ロアイサヒキールを派遣、諸島の植民地化を命じた。マゼランの航海に参加したエルカーノは、ロアイサの遠征にも参加、遠征中に命を落とした。また若いアンドレス・でウルダネータもロアイサの遠征に、参加している。 1525年から1526年までの困難に満ちた航海の後、遠征隊はティドレ島に着き、そこで港を建設した。これにより、すでにテルナテ島にて公益地を持ったポルトガルとの紛争が生じた。1年間の戦闘の後、スペインは敗北したが、諸島の貴族をめぐる小競り合いは、その後10年近続いた。1524年。 スペインとポルトガルは、噴火でバダホスイコールエルバスを開催、紛争を解決しようとした。両国はそれぞれ天文学者、地図学者、公開家、数学者を3名ずつ任命し、トルデシラス条約の死後線の逆側にある死後線の正確な位置を計算し、世界を2つの半球に分けようとした。ポルトガル王ジョアン三世は、全権大使、アントニオデアゼベイド・コーチーノ。 地図学者と宇宙史の学者を会議に派遣した。スペインはメルクリオガティヌ伯爵オスマ市教、カラトラバキシダン団長ガルシアデパディアを派遣した。ポルトガルの地図学者はスペイン代表として会議に出席した。会議はバダホスとエルバスで何度か開かれたが合意には至らなかった。というのも当時の地理の知識は極めて限られたものであり。 経度を正確に計算することが難しく、両国の代表はそれぞれ諸島を自国領とした地図で計算を行った。一例としては、カール5世の助言者であった和が制作した地球儀を所持しており、その地球儀では諸島がスペイン領となっている。ジョアン3世とカール5世は、モルッカ諸島の位置が確定するまで、両国とも諸島に遠征隊を派遣しないことに同意した。 1525年から1528年まで、ポルトガルはモルッカ諸島の周辺に遠征隊を派遣した。テルナテ島の総督派と、シモンデ・アブレウが1523年に一度訪れたセレベス島に派遣した。この時の遠征隊は、カロリン諸島に訪れた初のヨーロッパ人であり、この時は諸島をセケーラ諸島と名付けた。上陸こそしなかったが、マルティン・アフォンソ・デ・メロ、 の1522年か1524年までの遠征、ゴメスデセケーラの1526年から1527年までの遠征では、アルー諸島とタニンバル諸島を発見した。また1526年には、ジョルジェデムネゼスが、パプアニューギニア北西部付き、スハウテン諸島の美薬島に上陸した。彼はそこから、ドベライ半島にある、ワイゲオ島へ向かった。 カスティーリアは1525年から1526年までのロアイサの遠征隊のほか、1528年には、率いるメキシコにいるエルナン・コルテスが準備した遠征隊を派遣、ポルトガルと競争した。アルバロデ・サーベドラ・セロンはマーシャル諸島に着いた。しかし、この遠征隊はポルトガルに捕らわれ、西回りの航路でヨーロッパへ送還された。遠征隊は、 モルッカ諸島から東回りで太平洋を通って帰ることを二度試み、いずれも失敗したが、途中でニューギニア島の西部と北部の一部を探検、スハーテン諸島に到着、ヤーペン島、アドミラルティ諸島、カロリン諸島を発見した、上陸はしなかった。1525年2月10日、ジョアン三世はカール五世の妹カタリナと結婚した。翌年月日に今度は、 カール5世が、ジョアン3世の妹イサベルと結婚した。この二重結婚により両国は緊密な関係となり、モルッカ諸島に関する協議を促進した。カール5世も紛争を避けて、ヨーロッパでの政策の実施に専念したい上、スペインは、モルッカ諸島からの香辛料を東回りでヨーロッパに持ち帰る航路を知らなかったことも、条約締結の一因となった。 東回り航路は1565年にアンドレスで、ウルガネータがマニライコールカプルコ航路を確立するまでついぞ見つからなかった。サラゴサ条約は東方における両国の境界をモルッカ諸島から東へ297.5リーグまたは17度進んだところに定めた。また、セーフガード条項として皇帝はポルトガルに賠償金を支払えば、いつでも 条約を無効化することができるとした。しかし、皇帝はポルトガルの資金で、対フランス王フランスは一世紀のコニャック、同盟戦争を戦わなければならなったため、この条項が使われることはなかった。条約はトルデシラス条約で定められた境界を明確化することも変更することもせず、また、スペインからの両国の半球を同じ大きさにする要求も満たさなかった。 ポルトガルの半球は約191度で、スペインの半球は約169度だった。この二つの数値はトルデシラス条約での境界が不明確だったため、政府約4度の誤差がある。サラゴサ条約により、ポルトガルは境界から西のすべての土地と海を領有した。これはアジアとこれまで発見された当初を含む。一方のスペインは、 太平洋の大半を領有した。フィリピンは条約で厳明されなかったが、千の遥か西方にあるため、スペインは暗黙的にはフィリピンの領有を放棄したことになる。いずれにせよ、カール5世はフィリピンには香辛料がないため、ポルトガルも強く反対はしないと考え、1542年にはフィリピンを植民地化することを決定した。この時の植民は失敗したが、 息子のフェリッペ2世は1565年に植民に成功、マニラに初の公益所を設置した。そして、カール5世の予想通り、ポルトガルからの反対は少なかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。